ウルム戦役は第三次大仏大同盟中の1805年にフランス帝国とバイエルン軍が軍事的な軌道によってオーストリア軍を捉えた戦役である。この戦役はシュバーベンの都市ウルム近郊で生じた。フランス皇帝ナポレオン・ボナパルト率いる大陸軍は21万人からなる7個軍を保有しており、ロシア軍の増援が来る前にドナウ川の オーストリア軍を撃滅することを狙っていた。10月20日、ナポレオンは迅速な抗軍により、マック将軍率いる2万3000人のオーストリア軍をウルムで降伏させることに成功し、この戦役を通して6万人のオーストリア軍を捕虜とした。一般的にこの戦役は戦略上最も偉大な勝利であると考えられており、19世紀末のシュリーフェンプランに大きな影響を与えた。 このウルム戦役によって戦いは終わったわけではなく、まだウィーンの近くにはミハイルク・トゥーゾフ率いるロシア軍が控えていた。ロシア軍はオーストリア軍の生き残りと合流するために北東に撤退した。フランス軍は11月12日にウィーンを占領した。12月2日にアウステルリッツの戦いでフランスは決定的な勝利を得て、オーストリアはこの戦争から離脱した。 12月の終わりに、プレスブルクの和訳により、第3次大仏大同盟は崩壊し、フランスの覇権は中央ヨーロッパにまで及んだため、翌年、プロイセンとロシアによる第4次大仏大同盟が結成された。1792年よりヨーロッパは、フランス革命戦争に巻き込まれた。5年の戦いの後の1797年に、フランスは、 第一次大仏大同盟を崩壊させた。1797年に第二次大仏大同盟が結成されたが、1801年には崩壊した。イギリスだけがフランスの統領政府に敵対し続けたが、1802年3月にフランスとイギリスはアミアンの和訳によって講和した。この講和によって10年ぶりにヨーロッパ全体に平和が訪れた。 しかし表面的には、講和が結ばれたものの、アミアンの和役における取り決めはほとんど遵守されなかった。イギリスは1793年以来の植民地の征服に反発し、フランスはマルタ島からイギリスが撤退しないことに反発していた。ナポレオンが、ハイチ革命を終結させるために遠征軍を送ると、両国の関係はさらに悪化し、1803年、イギリスは再び、 フランスに宣戦復刻した。1804年12月にイギリスとスウェーデンは第三次大仏大同盟の結成に同意した。1804年から1805年にかけてイギリス首相のウィリアム・ピットはフランスに対する新たな同盟の形成を目指して奔走した。イギリスとロシアが互いに抱いていた不信感はフランスの政治的失策によって弱まり、 両国は1805年4月に同盟を結ぶに至った。フランスに二度の敗北を味わわされた記憶が、まだ新しいオーストリアは、報復を果たそうと数ヶ月遅れで、第三次大仏大同盟に加入した。第三次大仏大同盟の結成前に、ナポレオンはイギリスへの進行軍を編成し、北フランスのブローニュに6つの野営地を設けた。 この進行軍がイギリスに上陸することはなかったが、ナポレオンの軍はあらゆる可能性に備えて軍事的な作戦の訓練を行っていた。進行軍の間では早くも訓練に退屈する気配はあったが、ナポレオンは何度も出向いて豪華なパレードを行うことで士気を維持していた。ブローニュで編成された軍は後にナポレオンに大陸軍と呼ばれるようになった。まず、 フランス軍は20万人の兵を7個軍団に編成した。1軍団あたり36から40門のカノン砲を保有しており、それぞれの軍団は独立して作戦を行うことができた。ナポレオンは2万2千人の騎兵予備から、強硬騎兵2個師団、乗馬竜騎兵4個師団を創設し、下馬竜騎兵と軽騎兵2個師団を編成し、 それぞれ24門の野砲を装備した。1805年までに大陸軍は35万人にまで拡大した。歌詞観から元帥に至るまでのすべての階級で、フランス革命戦争以来、経験を積んだ優秀な将校を保有していた。オーストリア皇帝の弟のカール大公は、宮帝軍事局の権力を把握した1801年から、オーストリア軍の改革を始めていた。 軍政治評議会は、オーストリア軍の政策決定を担っていた。カール大公は、最も優秀なオーストリアの指揮官であったが、宮廷では人気がなく、彼の意見は外交に反映されず、オーストリアはフランスに宣戦線復告した。マック将軍が、オーストリア軍の新たな総司令官に就任し、戦争前に、不評の軍編成の改革を行った。 もともとオーストリア軍は一連隊を三つの大隊、そして大隊を六つの中隊により編成していたが、一連隊を四つの大隊、大隊を四つの中隊により編成し直した。この急な変更は、将校の訓練と調和しなかったため、新たに編成された軍の指揮は十分な戦術的訓練を受けていない、指揮官に委ねられた。オーストリアの騎兵は、 ヨーロッパで最良の騎兵であるとみなされていたが、多くの騎兵が不評の陣営に組み込まれてたため、結束したフランス軍に対抗する力とはなり得なかった。一方のナポレオンは大量の騎兵師団を運用し、戦局に影響を与えた。ウルム戦役が始める前の1805年のヨーロッパ情勢ウルム戦役は1ヶ月近く続き、ナポレオン率いるフランス軍は混乱する。 オーストリア軍に打撃を与えた。10月20日、オーストリア全軍が敗北した。マック将軍は、オーストリアの安全保障が、フランス革命戦争中に、多くの戦いが行われてきた南ドイツのシュバルツバルト一帯の隙間を埋めることにかかっていると、考えていた。ドイツ中部では、何の軍事的行動も起きないと考えたマックは、ウルムを、防衛戦略の中心に据えることにした。 そのためには、ミハイルク・トゥーゾフ率いるロシア軍が到着して、ナポレオンに対する賞賛が増すまで、フランス軍を食い止める必要があった。要塞化されたミヒエルスベルクの高地に守られているため、ウルムは事実上外からの攻撃によって陥落できない都市であるという印象をマックは持っていた。致命的なことに、宮廷評議会は、ハプスブルク家にとっての主戦場を、 北イタリアとすることを決定した。9万5千名の軍を率いることとなったカール大公はアディジェ川を渡り、マントバ、ペスキエーラ・デルガルダ、ミラノを主な目標とした。ウルムのオーストリア軍は7万2千名ほどで構成されていた。建前上はフェルディナント大公によってオーストリア軍は指揮されていたが、実際の権限はマックが保有していた。 オーストリアの戦略では、ヨハン大公の2万3000名の軍に、ティロルを防衛し、カール大公の軍とフェルディナントの軍との連携を保つ、ことを求めた。またオーストリアは、ポンメルンのスウェーデン軍とナポリのイギリス軍を支援するために独立した軍団を送ったが、それらは、フランス軍を混乱させ、兵力を転用させることを目的としていたものであった。9月初旬から中旬にかけて、 フランス軍がライン側周辺に集結している。21万の大陸軍がドイツを横切り、オーストリア軍行為の準備を行っている。1796年と1800年の戦役では、いずれもドナウ川周辺が、フランス軍の戦闘の中心地になるとナポレオンが考えたにもかかわらず、イタリアが最も重要な部隊となった。宮廷評議会はナポレオンがイタリアを、 再び攻撃すると考えたが、ナポレオンには別の目的があった。21万のフランス軍は、ブローニュの野営地から東に向かい、もし、オーストリア軍がシュバルツバルトに向かって、行軍を続けるなら、マック将軍のオーストリア軍を包囲するつもりだった。一方、ジョアシャン・ミュラは、フランス軍が西から東へと直接行軍していると、オーストリア軍に思わせるおとりとなるため、 舞台をシュバルツバルトを通り抜けさせた。ドイツでの主軍の攻撃は他の戦域でのフランスの攻撃によって援護される予定だった。アンドレ・マステナはイタリアにて5万名の兵を率いてカール大公のイタリア軍と対峙しており、ローラン・クービオンさんシールは2万人の兵士と共にナポリに向かい、ギオオム・マリアンのブリューヌはイギリスの侵攻に備えてブローニを警備していた。 ミュラとアンリガティアン・ベルトランは、ティロルとマイン側に、参謀のアンヌ・ジャンサバリを偵察として送り込み、ライン側とドナウ側の間の地域の詳細な道路の調査を作成した。大陸軍の左翼は北ドイツのハノーファーとオランダのユトレヒトの間からベルテンベルクへと向かっていった。右翼と中央は、イギリス海峡沿岸から、マンハイムやストラスブールなどのライン側中部の都市に沿って集中した。 ミュラがシュバルツバルトが通れることを証明している間、フランスの軍の主力はドイツの中心部に進行し、南東に進み、アウクスブルクを占領した。この動きはマック将軍を孤立させ、オーストリア軍との連絡網を断ち切ることを目的としていた。9月下旬から10月初旬にかけてのフランス軍の進行の様子。海戦の準備が整っていないオーストリア軍を捉えて、 連絡網を立っている。9月22日にマックは、ウルムに流れるイラ川の戦線を保持することを決定した。9月28日から30日の間にフランスは、オーストリア軍の後方へと猛烈な行軍を開始した。マックは、フランス軍が、プロイセンの領土に侵入することはないと信じていたが、ベルナドットの第一軍団が、プロイセンのアンスバッハを経由して行軍していると聞いた。 時、南に撤退するのではなく、ウルムに止まって防衛することを決定した。もしこの時マックが撤退していれば、彼の軍の大半を保持しておくことが可能だったと考えられている。ナポレオンは、マックの動きについての正確な情報がほとんど持っていなかった。キーンマイヤーの軍団がインゴルシュタットに移動し、フランスの東側にいることは把握していたが、この情報は、 軍団の規模は大きく誇張されていた。10月5日にナポレオンは例にランヌとスールと富浦に対して軍を密集させた上でドナウベルトからドナウ側を渡るように命じた。しかしフランスの包囲は完成しておらずキーンマイヤーの軍の逃亡を許してしまう。フランスの軍団は全てが同じ場所に到着することはなく代わりに東西に長い戦線を展開することになり、 スールトとダブーがドナウベルトに早く到着したことで、キーンマイヤーは警戒心をかきたててしまった。ナポレオンは、オーストリア軍がウルムに集結していることを徐々に理解し、フランス軍の大半をドナウベルトに集中させることを命じた。10月6日に、フランスの三個師団と、騎兵軍団は、マックの退却路を封じるために、ドナウベルトに向かった。マックは、 包囲されつつある状況を理解していたので、攻勢を行うことを決定した。10月8日に自軍に、ギュンツブルク周辺に集中し、ナポレオンの連絡船に打撃を与えようとした。マックはキーンマイヤーに対し、ナポレオンをさらに東のミュンヘン、アウクスブルク方面へとおびき寄せるように命じた。ナポレオンはマックが、自軍の拠点を離れてドナウ川を渡る可能性はあまりないと考えていたが、 ギュンツブルクの橋の制圧は戦略的に利点が大きいと理解していた。この目標を達成するためにナポレオンは姉の軍団をギュンツブルクに送り同じ場所に向かっているオーストリア軍に気づかれることなく橋を抑えようとした。しかし10月8日にベルティンゲンでウルム戦役で最初の大きな戦いがオフフェンブルクとミュラランヌの軍の間で生じた。 1805年10月9日のギュンツブルクの戦い理由は完全にはわかっていないが10月7日にマックはフランツクサーバーフォン・アウフェンベルクに5000名の不評と400の騎兵を用いてオーストリア主軍がウルムを出て進軍するための準備としてギュンツブルクからベルティンゲンに向かうよう命令した不明瞭な目的と戦力の増強の望みがほとんどなかったため ベルティンゲンは危険にさらされていた。最初に到着したフランス軍は、ミュラの騎兵軍団であり、ルイ・クレインの第一流騎兵士団とマーク・アントワンド、ボーモンの第三流騎兵士団、エティエンヌ・マリー・アントワーヌ・シャンピオンド・ナンス・ウティの第一強攻騎兵士団から構成されていた。これらの軍団がオーストリアへの攻撃を開始し、さらに北東から、ニコラ・ウーディノの敵団兵が、戦列に加わり、 オーストリア軍に対して側面攻撃を仕掛けようとした。アウフェンベルクは南西に撤退しようとしたが、機動力が追いつかなかった。オーストリアはほとんど全ての兵力を失い、1000名から2000名が捕虜となった。こうして、ベルティンゲンの戦いはフランス側の勝利となった。10月7日から9日にかけての戦況。ミハエル・クトゥーゾフの軍は戦場から離れており、 オーストリア軍は危機的な状況に陥っている。ベルティンゲンでの攻戦を受けて、マックは右岸に沿って東へ撤退するのではなく、ドナウ川の左岸で軍事行動を継続する意を決した。そのために、マックはギュンツブルクから北へ渡る必要があった。10月8日、ネイはルイ・アレクサンドル・ベルティエから翌日にウルムに直接攻撃を仕掛けるよう指示を受け、実行に移した。 ネイは、ドナウ川に架か,かるギュンツブルクの橋を制圧すべく、ジャンピエール・フィルマン・マラーの第三師団を送った。ギュンツブルクの戦いにおいて、師団の従列は、オーストリアの軍団に遭遇し、司令官のコンスタンティン・ギリアン・カールダスプレを含む200名の、兵と2つの可能砲を捉えた。この事態に気づいたオーストリア軍は、ギュンツブルク周辺に展開している自軍に3個。 不評大隊と20のカノンからなる造援を送った。マラーの師団は何度かオーストリアに対して果敢な攻撃を仕掛けたもののすべて失敗に終わった。マックはイグナツ・ギュラインに7個不評大隊と4個騎兵大隊を送り、破壊された橋の修復に向かわせたが遅れてやってきたフランス軍の第59不評連隊によって相当された。時に激戦が生じ、フランス軍は 最終的に、ドナウガンに、共闘法を何とか確保した。ベルティンゲンの戦いの間、ネイは、エルヒンゲンにあるドナウ川の橋を確保するために、ルイアン・リロワソンの第2師団を送り込んだ。エルヒンゲンは、オーストリア軍によって、軽度の防衛が施されていた。ドナウ川の橋の大半を失ったので、マックは、ウルムへと引き返すために、行軍を開始した。10月10日までに、 ネイの軍団は大きく前進した。マラーの第三師団はドナウ川南岸へと溶かし、ロワソンの第二師団はエルヒンゲンを保持し、ピエール・デュポンの第一師団はウルムへと向かった。10月11日から14日にかけての戦況、オーストリア軍を捉えるためにフランス軍が西に飛びかかっている。四季をくじかれたオーストリア軍は10月10日未明にウルムに到着した。 マックは今後の行動方針を慎重に考え、11日までオーストリア軍はウルムで何の行動も行わなかった。一方ナポレオンは欠陥がある仮説の下に作戦を実行していた。彼はオーストリア軍か東か南東に進軍し、ウルムを軽度に守備していると信じていた。ネーはナポレオンの考えを誤解だと感じていたのでベルティエに手紙を書き、実際には フランス軍が当初想定していたよりもずっと重厚に、ウルムが防御されていることを伝えた。この間、ナポレオンは東に位置するロシア軍の脅威に気を取られるようになり、ミュラがネーとランヌの軍団で構成され右翼の指揮を任された。ここへ来て、フランス軍は両翼に分かれることになった。ネー、ランヌ、ミュラの軍は西でマックを包囲する一方、スールとダブー、ベルナドット、 マルモンは、オーストリア軍、ロシア軍の到来に備え、フランス軍の東側の守備をしていた。10月11日、ネーは、ウルムに対して、新たな攻勢を開始した。第2師団、第3師団は、ドナウ川の右岸に沿って、ウルムへ行軍し、一個竜起兵士団に支援された、デュポンの師団がウルムに直接行軍し、ウルム全体を占領しようとした。 例は、オーストリア軍全体がウルムに駐留していることを知らずに、この構成を開始したため、この構成は成功する見込みがなかった。デュポンの師団の第32不評連隊は、ハスラッハ・アンデアミュールからウルムへと抗軍し、ベフィンゲンを保持している、オーストリア軍の4個連隊に遭遇した。第32不評連隊は粘毛な攻撃を仕掛けたが、オーストリア軍は強固であり、 この攻撃を撃退した。オーストリア軍は、デュポンの展開している例の軍団に対して、決定的な打撃を与えるために、ウルムのユンギンゲンの不評連帯と騎兵を用いてこの、戦いに殺到した。デュポンはこの状況を理解し、ユンギンゲンでの奇襲を、オーストリア軍に対して、先手を取って、攻撃を阻止し、この間に、1000名のオーストリア軍の捕虜を捕らえている。 オーストリアの再攻撃で、フランス軍は、ハスラフ・ハーン・デア・ミュールまで押し戻されたが、この拠点は、なんとか保持した。デュポンは結局退却し、オールベックを拠点とし、ルイ・バラゲー・リリエの隆起兵に加わった。ハスラフ・ハイウン人間の戦いが、ナポレオンの作戦に、どのような影響を及ぼしたかは定かでないが、最終的にナポレオンは、オーストリア軍の大半がウルムに集結している事実に、 気づいたと思われる。結果的に、ナポレオンは、スールトとマルモンの軍団をイラー側へ向かわせた。この作戦の意図するところは4個不評手段と1個、騎兵手段をマックと取引させることであった。W、ベルナドットとバイエルン軍はこの時まだ、ミュンヘン周辺の地域を防衛していた。ナポレオンは川を渡って戦うことを意図しておらず、元水たちに、 ウルム周辺の重要な橋を確保するよう命じた。この時ナポレオンは都市を包囲できる可能性よりも都市周辺で戦闘が起きることを予想していたので軍をウルムの北に移動させた。この時ネーがオールベックに進軍した結果14日にユンギンゲンにて戦闘が生じた。この時点に至ってオーストリアの司令官たちは完全に混乱していた。マックの命令は オーストリア軍を進ませたり、撤退させたりする矛盾した内容であったため、フェルディナントは公然とマックの命令と決定に反対し始めた。10月13日マックは2つの重列をウルムの外に送り、北への突破の準備を行い始めた。ヨーハン・ジギスムントリーシュに率いられた1つ目の隊列は、橋を守るためにユンギンンに向かい、フランツフォン・ベルネック率いる。 もう一つの隊列は大半の重砲を装備し北に向かった。ネはまだドナウ川の北にいるデュポンとの連絡網を、再構築するために軍を急行させた。ネーはロアゾンの師団をドナウ川の右岸のユンギンゲンの南に誘導し戦闘を開始した。マラーの師団は東の川を渡りリーシュのいる西へと向かっていった。この戦場は 部分的に森が多い茂っている平野で、丘の上の都市のユンギンゲンに向かって、緩やかに坂が続いていた。そしてユンギンゲンからは戦場を広く見渡すことができた。フランス軍は、オーストリア軍の少将を端から取り除いた後、連隊による大胆な攻撃を開始し、丘の頂上にある修道院を確保した。エルフィンゲンの戦いの間、オーストリアの騎兵も敗北し、 リーシュの不評もウルム方面に逃れている。ネーはこの戦いでの勝利でエルヒンゲン公爵の称号を得た。ジョアシャン・ミュラはウルム戦役を通して主軍を支えた。10月13日にニコラジャン・ド・デュースールトの第4軍団は東からメミゲンに向かっていった。16日に小さな衝突が生じ、フランスの損害は16名に対し、 カール少将を含む4600名の兵士が降伏し、八つの野砲と九つの軍旗を獲得した。オーストリア軍はウルムから遮断されたため、弾薬不足に陥り、司令部の混乱のために士気が完全に低下していた。ウルムの戦いにて、マックがナポレオンに降伏した様子、ポール・エミール・ブティニサク、14日にさらなる行動が行われた。 ベルネックでのオーストリアの攻撃時にちょうどミュラの軍がオールベックのデュポンの部隊に加わり攻勢を撃退した。ミュラとデュポンは北のハイデンハイム方面へ逃れるオーストリア軍を叩きのめした。15日の夜にフランスの2個軍団はウルムの外側のミヒエルスベルクのオーストリア軍の野営地の近くに駐在していた。この時マックは危険な状況に置かれていた。 もはや川の北側に逃れる術はなく、マルモンと親衛隊が川の南側から、ウルムの周辺に陣取っており、スールトがオーストリア軍のティロル方面への撤退を防ごうと、メミンゲンから北上していた。問題はこれだけにとどまらず、オーストリアの司令官のフェルディナントが、マックの指示を無視し、6000名のすべての騎兵に対して、 ウルムから逃れるよう命令していた。しかし、ミュラの追撃は非常に効果的で、11個機兵大隊のみがハイデンハイムのベルネックの部隊に加わることができた。ミュラはベルネックへの攻撃を続け、10月19日にトロイ一人間にて8000名の兵士が降伏した。ミュラはオーストリアの野営地から500の荷車を奪い、ノイシュタットアンデアドナー方面へ向かいながら、 相当を続け、1万2000名のオーストリア兵を捕らえた。10月15日に、姉の軍団は、ミヒエル・ソベルクの野営地に突撃を行い、16日に、フランス軍は、ウルムへの砲撃を開始した。オーストリア軍の士気は低く、マックはもはや救援の見込みがないことを悟った。10月17日、 マックはもし25日までに増援が来なかった場合、オーストリア軍が降伏することを取り決めた文書に同意し、ナポレオンの使者であるセギュールと共にサインをした。しかし、マックの耳にハイデンハイムとネーレスハイムでの降伏の知らせが徐々に入ってきたので、降伏を5日早めて20日に降伏することに同意した。1500名のオーストリアの守備隊はかろうじて逃れたが、 大半のオーストリア軍は10月21日に武器を置いて大陸軍に半円形に整列させられ降伏した。将校は捕虜交換が行われるまでフランス軍に対して武器を取らないことに合意した仮釈放状に署名し去ることを許可された。この合意には10名を超える将官が含まれており、その中にはマック・ヨハン・フォンクレーナウ、 バイエディ・ラトゥール・ハク・マクシミリアン・アントン・カール、リヒテンシュタイン・公とイグナツ・ギュライもいた。1805年12月2日にアウステルリッツの戦いにて、フランス軍はロシア・オーストリア連合軍と戦った。その結果プレスブルクの和訳が締結され、オーストリアは第三次大仏大同盟からの離脱に同意した。オーストリア軍のウルムでの降伏と同じくしてフランス・スペイン艦隊が トランファルガーの海戦で壊滅した。この海戦はイギリスにとって決定的であり、海上のフランスの脅威はなくなり、第一次世界大戦までイギリスの制海権が確定した。フランス海軍の壊滅にもかかわらず、ウルム戦役は劇的な勝利であり、フランスはほとんど損害なしで、オーストリア軍を撃滅した。大陸軍の第八砲にはこの異業を以下のように記載している。 2000の騎兵を含む3万人の兵士と60の野砲、40の軍機が勝者の手に落ちた。この戦争が始まって以来、6万名の捕虜と80の軍機を手に入れた。これほど少ない犠牲で完全な勝利を得られたことは、かつてない。ピエール・オージュロー・ゲンスイがブレストから新しく編成された第7軍団を連れて到着したことは、フランスにとって良い知らせであった。 11月13日にドルンビルンの降伏で、フランヨイエラチッチの師団が追い詰められて降伏した。ロシア軍はマックの降伏後、北東に退却し、ウィーンは11月12日に陥落した。12月のアウステルリッツの戦いで、連合軍は完全に敗北し、数週間後に第三次大仏大同盟は完全に崩壊した。 1796年のイタリア戦役でナポレオンが行ったのと同様にウルムでのフランスの勝利は機動力によるものであった。この機動は広く展開している敵軍の前線を足止めする部隊を展開する一方で別の支援部隊が敵軍の後方か側面に婦人する。そして敵軍が足止め用の軍を相手している間、側面の軍が致命的な地点を攻撃し、 勝利を確定させるというものである。ウルム戦役でシュバルツバルトからのフランスの攻撃が来ると想定していたオーストリア軍はジョアシャン・ミューラの騎兵によって釘付けにされた。ミュラはウルムへ向かうオーストリア軍を相手にしている間、フランスの主軍はドイツ中央を通り敵軍を粉砕し、マックの軍をこの戦役の他の戦場から分離した。シリーフェンプランは 軌道と方位に重きを置いていたが、これは、ウルム戦役の影響によるものである。ウルム戦役は、歴史上最も重要な戦略的軌道の一つである。歴史家はしばしばこの戦役を戦術的な戦いでは、なく、戦略的な戦いであったとみなしている。ウルムでの決定的な勝利は、ブローニュでの長い訓練と、入念な準備によるものであると信じられている。 大陸軍はほとんど荷物を持たず、作物の収穫時期に敵地に進攻し、オーストリア軍の予想を上回る速度で行軍を行った。この戦役の最も重要な点は、軍団の有用性を証明したことである。19世紀から20世紀の主な戦いにおいて軍団は、基本的な戦略単位となった。典型的な軍団は3つの不評師団と偵察用の、軽機兵両団と、 各士団ごとに予備の砲兵大隊を装備していた。軍団の大きさは長期間支援なしに独立して戦うことができる規模にまで拡大し、自ら軍を展開し、現地の食料を摂取することで軍を維持することができた。当時では見られないほどの機動力と柔軟性を維持するために、当時のフランス軍は現代の軍の位置、鉢の補給を必要としていた。 ジョン・チャーチルとジャン・ビクトル・マリー・モローが南ドイツに侵攻した時はカバーしている戦線は小さなものであったが、1805年の大陸軍は幅 161km もの前線にわたって侵攻した。オーストリア軍にとってこの動きは完全に奇襲となり、同軍に事態の深刻さを軽視させる原因となった。ありがとうございます。